割と1月4日なんですけども、年末年始にその大阪に行ったって話をしましたけれども、大阪はですね、新幹線に行ったんですよね。往復新幹線に行ったんですけども、まぁ、あ、新幹線に乗るのもまあ4年ぶりぐらいですかかなんかだと思うんですけども、あ、だからそんなにあの JR 東海の新幹線の音楽が変わったので、それによって、こうなんだっけ、あの、車内放送の時に流れるチャイムは変わったやつですよね。でそれも新しくなったやつを初めて生で聞いたわけですけれども、 あの一つは、これいいある時どっかであの話題になってましたけど、車内販売がなくなったんですよね。昔だったらワゴン持ってこのビールにお茶、お弁当、サンドイッチのお弁当とか,なんか言いながらこの押してくる人がいたりして、でまあ、そこでなんかついついなんかあのカッチンカッチンのアイスを買ってみたりとか、ね、したりしましたけれども、それはなくなったんですよ。で、まあ、まあ、確かにその乗る前に駅で買えばいいかみたいなのね、わかりますよね。だけど、その代わり、 これが年末年始だからかわからないけれども、警備員さんっていうのかながずっとこう社内に行ったり行ったりしてるんですよ。だから東京、新大阪だとどのぐらい3回だか4回ぐらい往復したかななんかこう、なんていうのあの、デッキのところにあるゴミ箱とかを確認したりとか、こう、網棚の上になんか不審なものはないかとか、こうやって確認しながら歩いていたんで。 なんかそういう時代になったのかってちょっと悲しいというか複雑な気持ちになりましたけれどももう一つびっくりしたのはあの車掌さんが、えー、と停,停車駅とか到着時刻の案内をするやん。でそ,れのうちそのうちの一部が英語なんだけども昔はその英語のアナウンスって多分自動音声の,あのネイティブの女性の声で。 流れれててていたたものが再生されてたって感じだと思うんですけどそれが車掌さんが日本人の車掌さんが生で読み上げるっていうふうになっていて読み上げるっていうか読むっていう言うってことになっていてほんでなんかねそれが。 まあ僕自身英語は得意じゃないし、英語どっちかっていうの苦手なんですけども、だから僕に言われたくないかもしれないけど、その、A、車掌さんの英語の発音がものすごいカタカナ的なんですよ。で、これちょっとそれ,それも YouTube で話題になっていて、なんかね、The Doors on the Right Side w i l l Open くらいのカタカナ読みなんですよ。で、個人的にはよ、個人的には確かにその日本人は、 他のヨーロッパ人とかに比べると英語の発音がそんなにうまくないかもしれないけれどもでもねある程度通じるんじゃないかと思ってんのよ。 だからさっきの The Doors on the Right Side w i l l Open もね、通じる、全然通じると思うんですよ。だからそんなにその発音について日本人気にすることないんじゃないか、気にしすぎてるんじゃないかと思うんだけれども、まあ、それともかく、そのベテランの車掌さんであっても、その英語の音声を、英語のアナウンスを生でやるようになったのよ。 で、これが、その JR 東海の方針らしくて、その外国のお客さんがね、乗るようになってきて、で、まあそのお客さんに対して、さっきの自動放送以外にも、まあ対応する場面がこの先増えてくるだろうと。だそのための、まあ練習じゃないけれども、として、まあ、えっ、ー、と、会社の方針としてね、その車掌さん全員に対して、英語での生のアナウンスをするようにしてるらしいんだな。 それを聞いて、ちょっとなんかね、なんていうかな、企業努力もそうだし、感動しましたね。なんかその、その、なに、JR 東海の中に、そういう英語を学ぶ。 んていうかな、あのコーナーみたいなのがあったりするんだよで。そこでその英語は得意な社員さんがベテラン社員のような英語はあまり得意じゃない人に対して英語を教えてあげるみたいなね、ワンポイントレッスンをしてあげるみたいなね、とかあったりとか、その会社の中の、その何、車掌さんとかが待機してる場所とかにもちっちゃいこう何、英語のワンポイントメモみたいなのがペタペタ貼ってあったりとかしてね、学べる環境になってるってのはすごいなって思いましたね。なんかいくつになってもそうやって学ぶ姿勢があるってのは素晴らしいことだと思いますよね。